はい、どうも、ターさんです。フォトギャラリーチェイン第2回目のですね、動画を先日公開させていただいたんですけれども、皆さんもご覧になっていただけたでしょうか。いやー、クオリティ高い、みんなもう素晴らしかったです。多分誰よりも僕が見てると思います。本当にね、どの作品もめちゃくちゃ良かった。ご参加くださった皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にいいよね、いい写真っていいなってやっぱ思います。はい、皆さんの作品を見ていると、なんだろうな、今回フォトグラフというねテーマで募集させてもらったんですけれども、なんていうのかな、僕がこうちょっと考えてたのは、このテーマで、まあ、皆様写真を撮り行ったりだとか、今まで撮った写真の中から選んでくれたと思うんですけれども、その時多分皆さんは光のことを考えてたと思うんですよ。うん、撮り行ってる時もこう光を探してる、自分のね写真のフォルダーを見て光を探してる、なんかそういう行動が多分あったんじゃないかなと思うんですよね。なんかそれを想像すると、なんかあ、いいなみたいな、ちょっと変態チックな感想で大変申し訳ないんですけれども、なんか光って普段当たり前のようにあるじゃないですか。特にこう注目してみることってあんまりないと思うんですよ。だからその写真っていう、なんていうのかな、行為、まあカメラを返した時に物ではない実態をつかみづらいというか、なんかそういうものをより鮮明に捉えられるのが、まあ、写真、物としての実体じゃないものを捉えられる素晴らしさというか、なんかそういうものがやっぱあるんだなって再確認したというかね、うん、なんかそういう感じがしたんですよね。なんかこう瞬間的にそれを捉えられるっていうのはやっぱ写真の良さだなって思いましたね。うん、皆さんの作品を見てるとやっぱ撮りに行きたくなるんですよね。うわー、今行きてーなーみたいな、今日天気もいいしとか、あ、この夕方の夕暮れの光いいなとか、なんかこの空気感いいな、今撮り来てんだけど、なんで俺仕事してんのみたいな、なんかそういう日々を今ね送っているんですけれども、もう少ししたらね、仕事がちょっと一段落するんで、こうガンガン撮り行きたいなと思っております。応募してくださった方も、応募まだしてないけどこの動画にたどり着いたよっていう方も、どんどんねコメントしていただきたいです。はい、この作品に対してどういう感想を抱いたのか、それが僕が目標としているチェインというね輪の広がりにつながると思いますんで、ぜひねたくさんのコメントお待ちしております。はい、ということで、ここからは第3回のテーマの発表と、僕が個人的にうっときたね作品、もう全部来たんですけど、その中でもいいなと思う作品のご紹介をしたいと思います。まず一つ目の作品がこちらですね。はい、光の交差というテーマで送っていただいた作品になります。これがね、まさに今回のテーマにぴったりというか、こう光を描く人工物と人間が作ったものと自然がまさに交差してできた光ですよね、これ。で、写真を撮った時間帯とかタイミングっていうのもそうだし、まさにね、光にフォーカスしてるって感じたんですよね。そこがね、マジでいいなと思った。マジでいい。撮影者さんも、このウィンドウガラス、に反射してこっち側も映ってるじゃないですか。で、その映ってる方にもこの床の光、床に差し込んでる光がブワーって広がってて、なんていうの、描かれてる光の中にこの撮影者さんが佇んでると、佇んでるというか、カメラを構えてるっていうのがめちゃくちゃかっこよと思ったんですよね。すごいよこれ。この向かって右側のこの柱っていうのかな、それにもこう斜めに光が差し込んでて、これもね
構図に入ってるっていうのがね、素晴らしいですよね。なんか絶妙だなと思いました。この距離感と。かっこいいよね、このモノクロ。かっこいい。で、あと、こういう写真って、モノクロだと結構コントラストきつめっていうか、バキバキに見えがちだと思うんですけど、この写真は全然そんなことなくて、こうズームしていくとよくわかるんですけど、こう差し込んでる光の部分とか、こう光が当たってる部分の輪郭がすごい柔らかいんですよ。そう、この柱の部分の光とかもそうなんですけど、こう全体のバランスを整えてるっていうか、うん、コントラストがきつすぎず低すぎず、めちゃめちゃいいバランスだなって思いますね。で、撮影した機材がニコン D5600 で、レンズが AI28mmF3.5 ということで、めちゃめちゃいいです。本当にありがとうございます、はい、1枚目僕がピックアップさせてもらった作品は、サンタローさん撮影の光の交差でした、はい、素晴らしい、ありがとうございます、そして2枚目ですね、はい、今日もね2作品選ばせていただきました、2枚目の作品がこちらですね、タイトル秋の大阪城公園にてという作品なんですけれども、この作品を見た瞬間になんかちょっとうるっときちゃったんですよね。僕弱いんですよ、こういうこの家族とかね、こういう写真すごく好きで、この写真を見た瞬間に、あの当然ね、こう目を引く場所っていうのはこの真ん中の女の子なんですよ。女の子、この緑色のビニール袋、買い物袋なのかな、その前にいるのがお父さんと、まあ、妹ちゃんなのかな、お姉ちゃんなのか。で、多分このお父さん赤ちゃん抱っこしてんじゃないのかな。で、この一番手前にいる女の子を、なんていうのかな、こう本当に光が包んでるんですよ。これ涙がね出そうになっちゃうんですよね。すごくいい、すごくいいです。いい写真、本当にいい写真。うん、なんか撮れそうで撮れないというか、絶妙なタイミングだし、あったかいんだよね、光が。本当にポカポカしてるし、やっぱね、なんかこの女の子を守ってるというか、温かく包んでるっていうのがすごい伝わってきて、大好きです、大好き、こういう写真。ちょっと驚いたのが、この写真、使用機材がリコーの CX4 っていうコンデジだそうなんですよ。びっくりしちゃって、えみたいな、マジで欲しくなっちゃった。 CX4、 え、こんな描写するんだと思って、やっぱリコーすげえなみたいな。コンデジでここまで写せるっていうのが素晴らしいですよね。素晴らしいです。で、ちょっと余談なんですけど、僕が結構 YouTube で、あの写真系の YouTube であんま見ないんですけど、見てるようで見てないというか、見てないようで見てるのかな。まあどっちでもいいんですけど、あの大好きな方がいて、 YouTube やってる人で、多分ね知ってる人多いと思うんですけど、これ名前出しちゃっていいのかな、大関幸喜さんっていう方、最近ね動画上がってないんですけど、僕その人の動画めっちゃ好きで、めちゃめちゃ見てるんですよ。そう、めちゃめちゃ見てて、すごいインスピレーション受けるんですよ。その作品とか、古いカメラ使って、わ、こんな風に撮れるんだみたいなので、めちゃめちゃね、あのいい刺激をいただいてるんですけれども、最近ねあんまり動画上がってなくて、あ、どうしてんのかな、大関さんも動画上げないのかななんて思ってるんですけど、大関さんが CX3、 あれ CX4 だったかなのね、動画をね上げてるんですよ。いや、マジで欲しいっすわ、 CX4 欲しくなっちゃった、本当に。で、この写真を見てもそうだし、なんかこんな風に光捉えてくれるんだって思うと、使いたくなっちゃうよね、使いたくなっちゃうよ。ごめんなさい、ちょっと余談ですけど、いや本当にいい写真だな、本当にいい写真。うん、何度も言うけどね、この女の子を温かい光が本当にベールというかね、こう包んでるんですよ。そこがね最高です、最高、
素晴らしい。ありがとうございます。はい。よくわからない感想だったかもしれないんですけど、僕の感じたままを伝えさせていただきました。どの作品もめっちゃ良かったんですよ。ユニークなものもあれば幻想的なものもあって、なんかうわいいなっていうのも、もう全部そうなんですよ。全部良かったんだけど、今回は2作品ね、選ばせていただきました。本当にありがとうございます。はい。ということで、ここからはですね、第3回のテーマ発表に移りたいと思うんですけれども、2023年ラストになります。まず、募集期間ですね。募集期間は、前回よりね、ちょっと1日後ろにずれちゃったんで、ちょっとこのね、テーマ発表の動画が、募集期間が本日11月29日から12月の24日までとさせていただきます。クリスマスやないかい。まあ、わかりやすいよね。クリスマスイブ、12月24日まで、夜のね、12時まで受付させていただきます。そして、テーマです。テーマ、フォトギャラリーチェーン第3回のテーマは、2023年のお気に入りの一枚です。とてもシンプルなテーマにしようと思って、2023年のお気に入りの一枚を見せてください。僕が見たいんです。皆さんの写真。2023年もラストということで、テーマどうしようかなと思った時に、やっぱシンプルかつ、とても個性が出るんじゃないかなと思って、お気に入りの一枚。まあ、ありがちなテーマかもしれないんですけど、そのテーマこそが、それぞれの個性というか、感性というか、なんかそういうものが出るはずなんです。はい。出るはず。それを見せていただきたいんです。一応ね、2023年のっていうことにさせていただきますので、2023年、今年の1月1日から12月24日までの間に撮った写真に書き出せていただこうと思います。はい。その中で、お気に入りの1枚、1枚だけ選ぶとしたら、これっていうのを応募よろしくお願いします。いやー、楽しみだな。楽しみ。もちろんですね、今まで撮った中からチョイスするのもいいですし、まだ期間がありますので、まあ、極端に言えば、もう12月24日に撮った写真がマジでいいってなれば、それを送っていただきたいですね。今まで通り、カラー、モノクロ問いません。もうセピア、もう何でもありです。何でもあり。何でもありで、使用機材も問いません。デジタル、フィルム、大判、中判、何でも結構です。はい。詳細の募集要項については概要欄に記載させていただきますので、この動画を見終わったらぜひね、概要欄の方もチェックしていただいて、たくさんの応募よろしくお願いします。2023年も最後になります。いやー、楽しみだな。楽しみ。これね、もうどんどんね、人数増えてってほしいんで、もうね、ぜひね、シェアしていただきたいです。今回、僕除いて15名の方が応募してくださったんで、もう20、いや、30、40、ドカーンと来てもらいたいですね。2023年ラスト。周りの、写真やってるお友達とか、仲間とかね、同じか？友達と仲間、ちょっと違うか。とか、まあ、お知り合いの方がいらっしゃればですね、なんかこういうのやってるよっていうのを、ぜひシェアしていただいて、たくさん写真見ましょう。皆さんのね、素敵な作品と戯れながらですね、楽しく編集させていただきますので、本当にもう20、30、40、もうね、来ていただきたいな。たくさん応募してほしいな。もう気軽にね、本当に応募していただきたいです。うん。なんか、その順位を決めるとか、なんかそういうのでもないので、楽しく撮って、楽しくみんなで見て、楽しくコミュニケーションを取って、リラックスしながら、なんか写真を撮っていけるコミュニティにしたいんですよ。なんか機材がどうだとか、なんか細かい設定がどうだとか、なんかそういうのはとりあえずなしにして、本当に
楽しいみたいな、なんか写真撮ってる時が一番自分らしいなみたいな、そういうのをもっともっと引き出したいというか、引き出したいというか、うん、そういうのを大切に、感覚的なものを大切にしていくコミュニティですので、ぜひお気軽にご参加ください。はい、でもう一回参加していただいたらもう輪の中に皆さんいらっしゃるんで、もうあとはね、楽しくやっていきましょう。もうどんどん広げていきましょう、ね、ただまあ逆にこう100とか200とか、例えばもうそれぐらいの規模になってきたら、あのね、どうしようかなどうしようかな、それぐらいの規模になってくると、まあ、第1部、第2部、第3部みたいな感じの構成にするか、ね、まあ、それはそれで面白いですよね。第1夜、第2夜、第3夜みたいな感じにしていくのか、夢広がりますね。夢広がる。で、その先にリアル開催。もう何回も言ってますけど、チェインっていう、もう集団ですよ。集団です。なんか、あの人たち、いろんな人いるし、なんかいろんなカメラもあるし、なんかとにかくめっちゃ楽しそうじゃないみたいな、あの集団めっちゃ楽しそうっていう集団にしたいんですよ。他にはない、その年齢とか上とか下とかね、経験年数とかプロとかアマとか、もうそんなのも全く関係なく、とにかくみんなが楽しんでる、うん、なんかそういう気持ち的な部分でつながってる集団、いいじゃないですか。外側から見て、いや楽しそうだな、いいなって思われるような集団にみんなでしていきましょう、していきましょう。そして個展をやりましょう、個展をやりましょう。もう皆さんクオリティ高いんで、もう全然できると思うんですよ。やりましょう、絶対。フォトギャラリーチェーン第3回のテーマは2023年のお気に入りの1枚です。何度も言いますが、お気軽にご参加ください。最後にですね、ご参加くださった皆様、重ねてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。この動画がね、良かったよって方はぜひぜひ高評価、グッドボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。もうね、チェーン広げていきましょう。どん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 大きくして、もう国籍とかなんかもうそんなのも関係ない、関係ないです。写真を楽しむっていうところでつながれる輪をね、もっともっと広げていきたいと思いますので、皆様のご参加お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。